今日はですね、またまた商品レビュー会となります。本日レビューする商品はこちら、マツダロードスターのネイビートップ。ボディカラーはマシングレー、ホロが、ネイビーということですね。今年のですね、6月ぐらいまで限定車両ということで、販売を行っているそうです。2022年の年次改良で追加された特別仕様車なんですが、 990S の方ばっかりね気にしていたので、こちらの車について詳しいことをあまり知りません。僕が知ってるのは S レザーパッケージの派生系かなっていうぐらいの、それぐらいのことしか知らないので、これからねちょっと見てみようかなと思います。こちらはネイビートップというね特別仕様車のだけありまして、ネイビー色のホロが装備されています。 990S のホロより色が濃いように感じるのですが、実際のところどうなんでしょう。情報不足で申し訳ありません。ですね、今天気としては少し薄曇りの状態でして、太陽がぐぽっとね照らしているっていうわけではありませんので、それで色がね濃く見えているのかもしれないんですが、同じなのかな、なんか僕の中では違う色なんじゃないかなっていう印象を受けています。詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。 990S についてはブレンボをね装備されておりますが、ネイビートップはブレーキは通常のものと一緒なのではないかと思います。ローター系もさほど大きいものには見えません。ミラーの部分を見ますと、こちらがコニー同色の、ミラーのハウジングとなっております。ピラーはブラックとなっております。車内はこんな感じになっています。前回試乗した 990S と比べると明らかに加速が多くなっているように思います。はっきりと違いを覚えていないのですが、例えばこのドアノブもメッキになっているような気がしますし、こちらのスカッフプレートもこういったところに加速が追加されているように思います。レザーのシートが装着されています。デカロではありませんのでホールド性はそこまで高くないかもしれませんが、ファブリックよりは質感が高いシートとなっております。ヘッドレストのところにスピーカーの穴があり、各種アナウンスやオーディオの音などはこちらから聞こえてくるようになっているようです。フルオートエアコンが搭載されており、各操作ダイヤルもメッキの加速が施されております。おそらくレザーパッケージの派生系ということで、こういったダッシュボードの下部分もレザー調のパネルが装備されています。フロアマットにつきましては、こちらは、プレミアムのフロアマットが装備されております。こちらはディーラーオプションになりますので、このグレードの専用装備ということではありませんが、僕はこのフロアマットが一番いいと思います。エアコンのルーバーなどもメッキの加速が施されており、インテリアは全体的に質感の高いものとなっております。運転席のハンドルの右下の部分に各種電子制御のオンオフスイッチなどがありまして、こちらのボタンで電子制御をオフにすることで KPC を含む各種電子制御をオンオフすることが可能となっているようです。ディーラーオプションのアルミペダルカバーが付いていない標準の状態のペダルはこのような感じとなっております。一番右のアクセルペダルはオルガン式となっていて、支点が下の方にあり上の方が倒れるような形となっております。このオルガン式アクセルペダルにつきましては賛否両論がありまして、ヒール&トゥーがやりにくいといったような声を聞くことがございます。ベースグレードが S レザーパッケージとなっておりますので、当然ながらマツコネが標準装備となっております。サイドブレーキの横には操作パネルも装備されています。ミラーもラグジュアリーグレードらしく電子式防炎ミラーが装備されています。マシングレーとネイビーホロの組み合わせはこのような感じになります。エレガントでなかなか良い組み合わせだと思います。ホロとボディの色が似た系統の色となっておりますので、一体感が強く全体的にまとまった印象です。ホロを開けてみたのですが、まだこの試乗車は新しいので開閉した回数が少ないらしくて、結構硬くて開けるのは大変でした。ホロを開いた状態はこのような雰囲気となります。ということでね、よく分かってない僕のね車両レビューはねいかがだったでしょうか。これもあるよとかね、こんなこれ間違ってるよとかあったらね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではね、これから実際に運転していってみようと思います。今ですね、電子制御の方はオフになっていますので、しばらくこれで普通に乗ってみた上でオンにしていきたいと思います。2022年のグレードというかモデルからは KPC というキネマティックポスチャーコントロール、車両姿勢安定化制御っていう電子制御が入るようになっています。まず最初オフで走って、ある程度この車の動きっていうのがなんとなく分かった時点でオンにしていきたいと思います。作動する条件としては、横に 0.3G という G が
かかった時に、作動するっていうことになっています。それではですね、運転していってみましょう。こっからですね、これだけのカーブなら電子制御をオンにしてあればね、 KPC がちゃんと作動すると思うので、今はオフです。ちょっとクラッチがまだ慣れないのでギクシャクしてしまいますが、こういう感じですね。この感じは自分の乗ってる NC と結構似ていると思います。カーブを曲がる時の感触というか車体の動き、いつも乗っている NC ロードスターと同じ感触のように思います。いやー、これやっぱりさ、この台車まだほとんど新車だからさ、マフラーの焼ける匂いがすごい。今度は電子制御をオンにして、いわゆる KPC というものが作動する状態で走ってみたいと思います。プラシーボ効果差し引いて言えば正直わからん。ちょっともう一回言ってもいいですか。もう一回これオフにして、明らかに違いわかるって他の YouTuber の人たちみんな言ってるんですけどね、まあ、とにかくマフラーの焼ける匂いってのはわかるんだけど、危ねえ、今鳥にぶつかるとこだった。はい、まずなしで下ってきました。もう一度なしで、なしっていうかオフでね、電子制御オフで登っていきます。そうだね、やっぱなしで走ってるとまさにいつも自分が乗ってる NC と同じような挙動で、まあそれプラスちょっと足が柔らかいというか、まあ純正なのでね、やっぱりストローク量が結構多いというか、まあ、ほぼほぼいつも乗ってるロードスターと同じような感覚ですよね。いや、なんか違う気がする。違う、なんか違う、気持ち悪い、何これ、なんか違うわ。やっぱ車がね、確かに平らに路面にへばりついているような感覚がある。それではちょっと実験をやりますか。 KPC をオフにするとこのメーターのですね、この部分に警告灯がつくんですね。黄色く車のマークがつきます。オンにすると消えます。ってことで視覚的に KPC がオンなのかオフなのか判断できるのはここだけなんですよ。これを見えないようにしてしまえばプラシーボ効果は消えるということですよね。なんとかしてこれを消し去りたい。ちょうどこの隙間に今手袋を詰め込んだので、これで KPC がオンなのかオフなのかもうわからないはずなんですよ。さっきのところをもう一度走って、今これは電子制御はオンなのかオフなのか、要するに KPC が作動しているのかしていないのかっていうのを僕が当てることができれば、 KPC は体感できるほどの効果があるっていう
そういうことです。では行きます。さっきと同じように下りと上りをやって、判断したいと思います。ちなみにやっぱりですね、あれはあの 990S のブレンボですか、あれはやっぱり効きますね。これもう分かっちゃったかも、もう分かっちゃったかも。実はもう最初の左、左じゃねえか、右、最初の右カーブでもうなんか分かっちゃった気がするんですけど、これ間違えたらめっちゃ恥ずかしいんだけど、今のところ中間報告としては今これは KPC オフです。なんでオフだと思うかっていうと、いつも乗ってる車と挙動が似ているから。コーナリング中に、コーナーの外に向かって車体がこう浮き上がっていくような感覚があります。さあ戻ってきましたよ。運命の結果発表、現在 KPC はオフです。ファイナルアンサー、あ、オフ、やっぱそうなんだ、オフでした。はい、現在 KPC オフでございました。正解です。もう一回やってみましょう。もう一回これ被して、でも連打します。ダダ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 、あー、もう分かりました、もう分かりました。うわーうわー、もう分かった、絶対分かった、絶対分かりました。うわ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 、すごい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 、あー全然違う全然違う、やっぱり言ってた通りだ、世間の皆様がおっしゃる通り、あ、全然違いますわこれ、やっと分かった。では今回は KPC オンだと思います。いきます、せーの、はい、オンでした。ちょっと信憑性確保のためにもう一度やります。これがね、その電子制御をオンオフするボタンなんですが、これをもうですね、こう何回押しているか自分でもわからないようにランダムに適当にいろんな指で、もうこんだけ押したらもうさすがにどっちだかわかんないです。よっしゃー、わかりましたよ。これ3回目で当てればまず間違いないでしょう。では行きたいと思います。今回は KPC はオフだと思います。せーの、ほい、あー、ちょっと待って、外した、調子に乗って外した。ちょっと待って、もう一回やるわ。4度目の正直って言いますやん。ここで正解すれば4回中3回正解なので、まあまず間違いなく体感できていると言っていいと思うのですが、今回は下りの時のあの感覚を信じれば今回はオフでは、3、2、1、あー、オフ、やっぱりな。ということで4回中3回正解したので、おそらくすごい鈍い人でも体感できるぐらいには効果があると言ってもいいと思います。まあ、KPC 実際に、体感できるということがね、あの証明されたんですけど、どういう部分で KPC が作動しているかしていないかを判断していたのかっていうところなんですけど、やっぱり KPC が作動していると車がね、傾いていない感じがしますね。姿勢安定化制御っていうだけあって、カーブを曲がっている時にこのコーナリングの遠心力で車っていうのはだいたいですね、カーブの外側の方が縮んで内側の方が伸びるので、その傾きがその KPC によって結構抑え込まれていて、いつもより傾きが少ないっていうので、なんとなく判断できると思いました。 KPC が作動してコーナーを曲がっていく時っていうのは、なんかね、一種のなんかちょっと快感みたいなものが味わえるので、すごいなんかね、面白いです。カーブ曲がりながらね、なんか脳汁がドバドバ出るっていう感じで、これは結構いい装備かなと思います。しっかりと晴れてきたので、もう一回ね、外観を撮っておきます。
マシングレーのこの輝き、この後ろのこの何バンパーとフェンダーのちょうど境目のあたりのこの輝きね、すごい。でホロはどうでしょうか。ホロやっぱり 990S のホロとは違う色に見えるんだけどな、僕の気のせいでしょうか。この色だったら全然いいと思いますよ。これ晴れててもなんかこう白っぽく見えないし、ちゃんとしっかりとね黒かもしくは深いネイビーのどっちかに見えるので、この色だったらいいよなって思うんですけど、真正面、まあちょっと 990S のホロと同じかどうか問題は横に置いておくとしても、マシングレーのボディカラーとこのネイビーホロは非常に相性がいいと思います。動画の最後に補足しておきますと、 NC から ND に乗り換えた場合、最初慣れるのにちょっと時間がかかりそうだなって思ったのがパワーウィンドウのスイッチですね。 NC はねここなんですよね。ここにパワーウィンドウのスイッチがあるんで、窓開けようと思った時にもうとっさに左手がここら辺に来るんですけど、あれないってなって、 ND の場合実はこっちのドアのところにねここにあるので、これがねなかなか慣れなくて、今のところ毎回間違えているっていうね些細な問題ではありますが、あとですねペダルなんですけど、さっきオルガン式ペダルね、これオルガン式ペダルはヒール&トゥーがやりにくいらしいっていうね、そういう話をちょろっとしたかなと思うんですが、僕が乗ってみた感想では特別やりにくいことはないです。できますね、普通にできます。慣れの問題の範囲で可能です。もう下手すりゃパワーウィンドウのスイッチよりこっちの方が全然余裕で慣れるんで問題ないと思います。